どうも、タクシーで世界を笑顔に。どうも、タケです。はい、今日も始まりました、地方タクシードライバーのタケでございます。今日も元気に参ります。はい、ですね、今日はですね、タクシーの今日はですね、利用する側から見たという意味でタクシーの利便性について、5つほど、説明していきたいなと思います。はい、では早速ですね、1つ目ですね、利便性ということで、やっぱり他の交通機関と比べましてですね、出発、だったり目的地の本当に目の前までですね、来て、出発して目的地まで、しっかり行けるというところで、まあ、ここはどう考えても他のですね、交通機関と比べた利便性の一つであるのかなと、思います。はい、特にですね、やっぱり昼間とかは、本当にちょっとでも歩くのが大変なご年配の方だったり、そういった方には特に、タクシーが便利なのかなということで、利用していただいております。はい、そうですね、やっぱり雨であったり強風であったり台風であったり雷であったり、雪であったり、とにかく特殊な気候ですね、ちょっとでもですね、家の外に出るのも大変みたいな時、そういった時に特にですね、タクシーっていうのは、便利なのかなと、思います。そういった時にですね、ぜひですね、気兼ねなくですね、タクシーのアプリっていうのもありますので、使っていただければなと思います。はい、で2つ目はですね、他とやっぱ比べてやっぱり乗り心地ですね。乗り心地はやっぱりお客様にもたまに言われるんですけども、やっぱりタクシーが一番乗り心地いいなっていう風に、言われることがありますね。本当嬉しいことであって、空調もですね、お客様に言っていただければすぐ調整できたりしますし、椅子の座り心地もですね、やっぱり他の交通機関と比べまして、やっぱり、そうですね、座りやすくて、本当になんだろうな、結構寝ちゃうお客様もいるぐらい、本当に乗り心地がいいのかなと、感じております。なのでですね、ゆっくり、休めたりするので、やっぱりタクシーはそういった面でも、便利なのかなと思っております。はい、では3つ目ですね。3つ目は、時間を有意義に使えるっていうところですね。はい、特にですね、タクシーの中は本当に自由というか、まあ、基本的に何しても、まあ、運転手さんの目があるぐらいなので何してもいいと言いますか、仕事しててもいいですし、携帯ゲームやっててもいいですし、まあ、その辺は、この交通機関とはそんな変わらないような気はしますけども、いらっしゃったりするので、そういった面でですね、落ち着いてですね、自分の時間を、有意義に、使うことができるのかなと思います。やっぱり満員電車とかだとですね、やっぱり、落ち着いて、なんだろうな、読書したりじゃないですけど、そういうのもできなかったりすると思うので、全然タクシーであればもう、なんだろう、自分の好きなことが基本的には、まあ、一言なんかもらえれば話しかけもしませんし、まあ、そこはタクシー側が気を使うところであるかなと思うんですけども、まあ、時間を有意義に使えるっていうところがあると思います。はい、で4つ目は、お話ですね。お話が好きな人っていうのは、そうですね、やっぱりタクシー、特にまあ自分はそうなんですけど、他の運転手さんはどうか分かんないんですけども、お話聞くのが自分は結構好きであったりするので、そういう結構悩みとかをただ話すだけですっきりされるっていう方もいらっしゃるので、
で、なんかそういう、そうですね、悩み相談じゃないですけども、悩みをもう話せる場所というところでもタクシーをもし使っていただければ個人的には嬉しいかなと、タクシーの将来ですね、そういったですね、相談とかいった相談タクシーとかあってもいいような気がするんですよね。悩み事聞いてくれるよタクシーみたいな、そんなのもあったらちょっと面白いのかなと、個人的には、考えております。はい。で5つ目、自分のやりたいことが、まあ、落ち着いてできる、まあ、さっきの時間を有意義に使えると、すいません、これほぼ一緒でしたね、ほぼ一緒ですね。はい。でまあそんな感じで、自分のやりたいことがですね、落ち着いてですね、なんか、まあ、電話してもいいですし、本当に仕事しててもいいですし、そうですよね、やっぱり公共の交通機関の電話っていうのはできませんしね。はい。そういった意味で、自分のやりたいことが落ち着いてできるっていうのはあるのかなと思います。はい。やっぱり他の交通機関と比べてその分やっぱり値は張るんですけども、その分の利用価値っていうものがある人にはあるのかなというところで、まあ、タクシーはですね、ぜひ今後もやっぱり活躍していく乗り物であると思うので、そうですね、使いたい時はぜひですね、気兼ねなくですね、やっぱりどんな運転手が来るのかなっていう不安とかあると思うんですけども、気兼ねなく、使っていただければなと思います。まあ、今言った通りですね、まあ、ドライバーさんっていうのが基本的には、ちょっと選べない傾向があるので、やっぱりそうですね、運転手さんも遠くから行ったらその分ロスになってしまったりするので、やっぱり近い、運転手さんが選ばれたりするので、そのドライバーさんは基本的には選べないというところは、ちょっとデメリットではあるんですけども、利用価値は、高い乗り物になるのかなと思っております。はい。そんなところでですね、はい、あとですね、まあ、自動運転来ればですね、高品質のですねドライバーさんが残ってくると思うので、そういったですね、ドライバーさんが選べないっていうのも、まあ、どのドライバーさん選んでも素晴らしいという未来が、自動運転が来ればそういうのもありえるのかなということで、やっぱり自動運転、逆に仕事がなくなっちゃうのかっていう風に不安視されるドライバーさんもいるんですけども、やっぱりそうやってプラスに考えていってですね、高品質な接客、を心がけて、まあ、個人的にも、まだ始めて4ヶ月ですので、しっかりずっと継続してですね、お客様の信頼を獲得するような、ドライバーに今後もなっていこうと思います。はい。でですね、今日は、こんなところで、終わりにいたしまして、次回はですね、やっぱりそうですね、自分も多分皆さんもこの撮影の方法にはちょっと飽きてきたかなというところはあるのかなと思いまして、ちょっと変化という意味で、次回はタクシードライバー竹野ちょっと家の紹介というところで、HSP、ミニマリスト絡めまして、ちょっとタクシードライバーの家の中を紹介していきたいなと思っております。ちょっとタクシーとは関係なくなっちゃうけど、はい、やっていきたいと思います。では最後はもちろん最高の笑顔でバイバイ。